慣れ慣れしい人と親しみやすい人の違い。1、慣れ慣れしい人は初対面からいきなり親友のようなタメ口で接しますが、親しみやすい人は時間をかけて互いを理解し徐々に親しくなります。2、慣れ慣れしい人は最初から距離が近くボディタッチも多いですが、親しみやすい人はむやみに相手のパーソナルスペースに入らず適度な距離感を保ちます。3、慣れ慣れしい人はあまり触れてほしくない人の心に土足で踏み込みますが、親しみやすい人は踏み込む前にノックします。そばで見守り必要あらば助けの手を差し伸べます。4、慣れ慣れしい人は人の都合を無視してしつこく誘いますが、親しみやすい人は相手の気持ちを考えます。5、慣れ慣れしい人は無理にフレンドリーな自分を演出しているように見えて違和感を覚えますが、親しみやすい人は自然体です。変に飾らないところが信用できます。